どうも、ねずっちです。昨日、おとといとですね、横浜の赤レンガ倉庫でね、赤レンガ演芸会という演芸会にね、2日間出てたんですけどね、まあ、昼夜公演の僕は夜の部2日間とも出たんですけど、で、まあ、演芸会が終わりましてね、夜、帰る時ですよ。もう夜のね、赤レンガ倉庫なんてもうカップルばっかりでね、いい感じにこう、倉庫自体もライトアップされて綺麗ないい雰囲気なんですね。で、駅に向かってこう、とことこ歩いてたらですね、ブオン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 つってね、ものすげえ爆音の、バイクの音が聞こえましてね、なんだと思ったらね、暴走族ですね、5台ぐらいだったですけどね、と思って、久しぶりに見たなと思ってね、でも結構ちゃんとした真面目な暴走族なのかね、赤信号でちゃんと止まってましてね、あ、信号はちゃんと守るんだなと思いながら、見てですね、で、信号を待ちしてる一人のやつがですね、この辺にバンドエイドを貼ってましてね、で、まあ、喧嘩したのか何したのか知らないですけど、なんか貼ってましてね。で、その時に、ああ、さすが暴走族だなと思ったんですね。だってね、どちらも、伴走行してるんだなってね。ねずっちです。では、また。